は、マリサ、今何時？今は22時だぜ。やらかしたわ。一体何をやらかしたんだ、霊夢？実は最近クイズ番組を見るのにハマっててね。今日は IQ を測れるクイズ番組があったのよ。クイズ番組でも結構正解できてたし、自分の IQ がどのくらいか測りたかったの。おお、面白そうじゃないか。でしょ、でも、それ今日の22時までだったの。それは、どんまいだぜ。ああ、もう、悔しいわ。見逃しちゃったら余計に自分の IQ が気になるじゃない。なるほどな。そういうことなら、IQ が測定できるテストに挑戦してみるか？え、マリサ知ってるの。さすがすぎるわ、ぜひ挑戦させてほしいわ。わかったぜ。じゃあ今回は、正解数であなたの IQ がわかるテスト10問を出すぜ。正解数と IQ はこんな感じだぜ。わかったわ。ちなみに IQ140 ってどれくらいすごいの？そうだな、日本人の平均が IQ105 で、東大生の平均が IQ120 と言われているからな。IQ140 は天才だな。なるほど、じゃあ8問以上正解できたら東大生の平均以上ってことね。そうだ、頑張ってくれ。10問とも正解してみせるわ。ちなみにサムネの問題は皆さんご存知、灘中の入試問題だ。かなり難易度が高いから最終問題に出題するぜ。楽しみにしていてくれよな。わかったわ、望むところよ。視聴者の皆さんも何問解けるか私と勝負よ。制限時間は10秒、足りない時は一時停止して考えてくれ。よろしくお願いね。じゃあ第1問、最初は IQ100 相当の問題だ。これは、地球最後の男の物語。最後の生き残りである彼は、ある嵐の夜、机に向かって、遺書を書いていました。もう、思い残すことは何もない。誰か、どこかの星から生命体が来て、これを読んでくれたらと。そこへ、トン、トン、ドアがノックされた。一体、誰だろうか。どうだ？わかりそうか？なかなか骨のある問題ね。IQ100 って相当すごいんじゃないの？いや、至って平均的だな。え、そうなの？少し考えるわ。じゃあシンキングタイムスタートだ。ストップだ。答えを教えてもらえるか？この人地球最後の男なんでしょ？だったらやっぱりどこかの星の生命体じゃないの？残念、地球上に存在する生物だ。じゃあ動物とか？いや、人間だ。ちょっと、地球最後の男って言ったじゃない。そう、この物語に男はこの人だけだ。あ、気づいたみたいだな。正解は人間の女だ。完全にやられたわ。まあまあ、でもこれで IQ テストがどんな感じかわかったろ？そうね、次は正解してみせるわ。じゃあ第2問。ここから4問は IQ110 相当の問題だ。2人の占い師がいる。占い師 A の言うことは、6割の確率で当たり、B の占い師は、3割しか当たらない。しかし、ある人が占いをする際に A ではなく B に占ってもらった。それはなぜか？普通に考えたら A の方がよく当たるんだし A にするわよね。そうだな、考えてみてくれ。シンキングタイムスタートだ。ストップだ。どうして6割当たる A じゃなくて7割も外れる B なの？何か気づかないか？あ、そうよ、わかったわ。7割外れるんだから B の言ったことの逆は7割当たるってことじゃない。おお、お見事、やるじゃないか霊夢。ふふ、この調子でどんどん行くわよ。それじゃあ第3問だ。スポーツに関する問題だぜ。都道府県の代表47チームが、トーナメント方式でバレーボール大会を開くことになった。奇数だから1回戦がないチームもあるが、優勝チームが決定するまでに、結局、全部で何試合ある？あら？計算すればできそうじゃない。シンキングタイムは10秒だからな、計算できるなら頑張ってくれ。ちょっと待ってよ、1回戦は46チームだから23試合で、その次は、それじゃあスタート。計算が終わらなかったわ。10秒じゃ無理だろうな。何か簡単な方法でもあるの？ああ、ヒントは試合の数イコール負けたチームの数だ。なるほど、トーナメントだし1回負けたら終わりだものね。そう、そして1試合につき片方は必ず負ける。ってことは優勝したチーム以外は負けてるから、46試合ってことね。ああ、その通りだ。これも頭が柔らかくないとできない問題ね。解き方に気づけるかが問題のポイントだったな。それじゃ第4問。
確率の問題だ。確率は少し苦手だわ。40個ずつの白玉と黒玉がある。これを混ぜ合わせた後、A と B の2つの容器に40個ずつランダムに入れる。させ、この時、A の白玉と B の黒玉の数が、同じである確率はいくつだ？これも計算すればできそうだけど同じ失敗はしないわ。おう、じゃあ頑張って解いてくれ。シンキングタイムスタートだ。わかったわ、100% よ。正解だ、どうやって解いたか教えてもらえるか？まず A の白が1個と仮定したの。そしたら A に黒が39個、B に黒が1個で白が39個になるでしょ？ああ、そうなるな。次に A の白を2個にして考えた時にひらめいたの。これって A の黒と B の白を交換しただけだなって。おお、やるじゃないか。ってことは A の白と B の黒はずっと同じ数になるでしょ？だから答えは 100% ってわけ。完璧じゃないか。IQ130 も目指せるんじゃないか。ふふ、そうかもね。この調子で行くわよ。それじゃ第5問。とある旅人の問題だ。ある人が、遠くに旅に出た。その旅のある地点で、周囲を散策しようと思って南に10キロ、西に10キロ、そして、北に10キロ進むと、出発した地点に戻ってきたらしい。さあ、そんなことがあり得るか？そんなことありえないでしょ？じゃあそれが答えだな。いや、ちょっと待って。一応あり得るかどうかも考えるわ。わかった、シンキングタイムスタートだ。うん、やっぱりありえないわ。残念、ありえるんだなこれが。嘘？どうやって？この問題は出発地点に着目して考えるんだ。出発地点？そうだ。この人が北極点からスタートしたと考えてくれ。北極点？ああなるほど。北極点から問題の通りに移動すれば北極点に帰ってくるだろ？確かにそうね。平面でしか考えてなかったわ。地球は球体ってことを意識することがこの問題のポイントだったな。それじゃ続いて第6問。ここからは IQ120 から130相当ってとこだな。難易度が上がってきたわね。気合を入れて解いていくわ。すべての経緯線を横切って、世界一周したとすると、最短で総距離はどのくらいだ？あら、ずいぶんあっさりとした問題ね。でも頭が柔らかくないと解けないぞ。ちなみに地球を周囲4万キロの球と考えてくれ。それじゃあ、制限時間スタートだ。難しいわね。普通に縦と横に一周ずつして8万キロ？残念、不正解だ。わからないわ、降参よ。じゃあヒントだ、出発地点は北極点だ。また北極点？それでもわからないわ。じゃあもう一つ、北極点には経緯線が集まってるぜ。あ、わかったわ。4万キロと数メートルね。お、正解だ。解説をお願いするぜ。わかったわ。まず南極点を通って一周、これで4万キロでしょ？ああ、そうだな。そして北極点を中心とした円をくるっと回れば、緯線をすべて通ったことになるわ。その通り、やるじゃないか。IQ120 レベルにもなると問題もやっぱり難しいわね。そうだな。ここからどんどん問題が難しくなるから、気を引き締めて解いてみてくれ。わかったわ。それじゃ第7問。数字の3を2個、8を2個の計4個の数字と、足し引くかける割るや括弧などの算術記号を使って、24になる式を作ってくれ。今回も計算ではあるが頭の柔らかさが必要だぞ。私こんな感じの計算苦手なのよね。そうか。まあ頑張ってくれ。シンキングタイムスタートだ。トップだ。3、3、8、8。ダメ、頭がパンクしそうだわ。わかった、一つヒントを教えるぜ。割り算は2回使って括弧も使う、分数も出てくるぜ。割り算、括弧、分数。余計にダメだわ。これは霊夢には難しすぎたか？正解は8割る括弧3引く8割る3括弧閉じだ。3引く3分の8は3は3分の9で、そこから引くから3分の1で。おお、その調子だ、頑張れ。その3分の1で8を割るから、3分の1を上下ひっくり返して、8をかけて24ね。その通りだぜ。よく最後まで考えたな。えへへ。
この問題の計算自体は難しくはないが、この式にたどり着く人は相当頭がいいな。正解できる人なんているのかしら？視聴者の中にはできた人もいるんじゃないか？もしかしたら別解で解いた人もいるかもな。それはすごいわね。解けた人や別解を見つけた人はぜひコメントで教えてほしいわ。続いて8問目だ。くじ引きの問題だぜ。4本のくじが2本ずつ、A と B の箱に入れてあり、当たりと外れが2本ずつある。最初にくじを引く人が、A の箱から1本引いたところ、外れだった。くじは3本残っている。2番目にくじを引く人は A と B どちらの箱から引いた方が、当たる確率が高い？よかった、計算はなさそうね。だがこれも頭は使わないとな。すでに外れている A？ それとも A の2倍チャンスがある B？ 存分に考えてくれ。シンキングタイムスタートだ。ストップだ。あら？どうした？これもしかして確率は同じじゃない？おお、どうしてだ？ A と B に分かれているからややこしいのよ。ほう、どういうことだ？4つあって1番左が外れたからってその隣が当たりやすいとかはないでしょ？それと一緒だと思うの。なるほどな、正解だ。やるじゃないか。ふふん、どうよ。この問題はモンキホール問題に近い考え方だったかもな。モンキホール問題？何それ？ああ、確率論でとても有名な問題なんだ。まあでも、説明するのが難しいからな。きっと頭のいい視聴者さんがわかりやすく解説してくれるはずだぜ。え、マリサは教えてくれないの？すごく気になるから、もし解説できる頭のいい視聴者さんがいたら、私にもわかるように教えてほしいわ。私からもお願いするぜ。続いて第9問、残すところあと2問だ。ラストスパート頑張るわ。A 地点と B 地点間を往復するのに、行きは時速4キロ、帰りは時速6キロでした。平均の速さは？計算問題だな。霊夢、大丈夫そうか？ふふ、さすがにこの程度の計算は問題ないわ。それじゃあシンキングタイムスタート。ストップだ。答えはわかったか？当然よ。4たす6は10。それを2で割るから平均は5。答えは時速5キロよ。楽勝すぎるわ。不正解だ。行きに1時間、帰りにも1時間かかっていたらそれで正解だ。同じ距離だから同じじゃ。あ、速さが違うわ。ああ、そういうことだ。実際には AB 間を A キロとすると、往復で 2A、行きは4分の A、帰りは6分の A だけ時間がかかる。ってことは、平均時速は、4分の A たす6分の A 分の 2A、つまり 4.8 ね。そういうことだ。まあでも霊夢以外にも引っかかった人はいるんじゃないか？私と同じように引っかかってしまった視聴者さんはいるのかしら。もしいたら、慰め合いましょ。よし、最終問題だ。IQ140 相当、灘中入試問題だぜ。ついに来たわね。今までの問題が簡単に思えるくらい難しいから、視聴者のみんなも覚悟して解いてほしいんだぜ。私も頑張るわ。では、問題。アナログ時計を想像してくれ。デジタルじゃない円形の時計ね。長針がぴったりと12個の数字のどこかの目盛りを指し、長針と短針のなす角度が95度になっている。さて、何時何分？本当に難しそうな問題ね。ああ、IQ140 だからな。一筋縄じゃいかないぞ。それじゃあシンキングタイムスタートだ。ストップだ。全然わからない。難しすぎるわ。答えを教えてもらってもいいかしら？わかったぜ。正解は6時50分だ。なんで答えがそうなるのか全くわからないわ。解説をお願いしてもいいかしら？私に任せてくれ。この問題を解く上で重要なポイントは2つだ。1つ目のポイントは、1分間に進む単針の角度を求めること。2つ目のポイントは、ポイント1で求めた1分で進む単針の角度を用いて、現在の長針が指している分数を求めることだ。どういうこと？順を追って説明していくぜ。そもそも、この問題は時計算と呼ばれる類のものだ。時計算？ああ。中学受験をしていた人には馴染みのある問題かもな。私には無縁ね。話を戻すと、この時計算の基本は、1分間に進む単針と長針の角度を求めることなんだ。それがポイント1ってことね。そういうことだ。単針は60分で30度進む。つまり、1分間で 0.5 度進むぜ。
30÷60 は 0.5 だものね。次にポイント2の長身が指している分数を求めていくぞ。時計の短身を見てくれ。霊夢、A の時刻の目盛りから短身は何度回っているかわかるか？A から長身までの角度は120度でしょ。それで、長身と短身の間の角度は95度だから、120-95 で25度よ。その通りだ。では、A の時刻ぴったりから25度進んでいるということは、長身は今何分を指している？ここで、1分間の短身の進む角度を使うぜ。わかったわ。25を 0.5 で割ればいいから、長身は50分を指しているわね。その通りだ。そして、50分を指す目盛りは10。つまり、短身は、6と7の間にあるから、答えは6時40分ね。大正解だ。いやー、難しい問題だったからわかるとスッキリするわね。教えてくれてありがとうね、マリサ。そう言ってもらえると嬉しいんだぜ。これで全10問終了だぜ。視聴者のみんなは何問解けたかな？改めて、正解数と IQ はこんな感じだぜ。私はヒントがあったけど3問できたわ。IQ100 から105ってとこかしら？日本人の平均とほぼ同じだな。みんなの中には東大生並みの人や、もしかしたら全問正解の人もいるかもしれないわね。ああ、そうだな。ぜひコメントでみんなの正解数を教えてくれ。最後の時計の難問を解けた人がいるのかも気になるわ。そうだな。みんなの結果が楽しみだな。今回のクイズが面白かったら、ぜひ他の動画にも挑戦してみてほしいわ。みんなから、こんなクイズを出してほしいってコメントも待っているぜ。それじゃ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。